しもし。はい、岡田でございます。はい。はい。はい、受けたまりました。それじゃあ今から伺います。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい。今日初入閣を決めた自民党の岡田直樹参議院議員。内閣府特命担当大臣、沖縄及び北方対策、地方創生、規制改革、クールジャパン戦略、アイヌ施策、デジタル田園都市国家構想担当、国際博覧会担当、行政改革担当、岡田直樹参議院。ポストは沖縄北方担当兼地方創生担当など8つの職務を兼務する大臣です。先月の参議院選挙で4選を果たした岡田氏、これまで内閣官房副長官を務めたほか、直前まで参議院国対委員長を務めていました。特に官房副長官時代に学んださまざまな力を十分に発揮したいと思っています。何かお祝いの電話やメールが鳴り止まなくて申し訳ないですね。岡田氏の初入閣に街の人は。嬉しいと思ったんだけど、ここはこの美術館たくさんできたり、図書館ができたり、文化の都市っていうので名打ってるから、やっぱり頑張ってほしいと思うけどね。これは大きいですよね。魅力ある、まあ、金沢だったら金沢の発信ができると。今コロナ禍で観光客もやっぱり増えてきてるんですけど、やっぱりでもコロナの人数はまだ減ってきてないので、そのコロナ対策を十分に行った中でもうちょっと観光業が発展していったらいいなっていうふうに。岡田氏を初当選から20年近く支える地元後援会の浅田さんは。岡田直樹参議院。あ、出た。どうですか。内閣官房。まあ待ちに待った時間じゃねえ、うん。昨日の速報を受け、浅田さんはすぐに岡田氏の妻恵子さんに電話したそうです。嬉しかったんないですか。声聞いてたら分かりましたし、長年苦労したかやったね。うん、まあこれからですよ。周りから押されてなるような政治家になってほしいなと。今日午後、皇居で認証式に臨んだ岡田新大臣。このあと初閣議に臨みます。県関係では2015年に当時衆議院議員だった長谷知事が文部科学大臣として初入閣して以来、およそ7年ぶりの入閣です。